夏休み恥ずかしいよ、さっき何だ何だスロースリムがいません。カメラマンはヤング、ウォー、もうね、今日ね、見てわかるでしょ、一人メンバーがいないんですよ。いないね、ここにいません、いません。メンバーがいないということは十中八九ドッキリであることは間違いないぞと。聞いてねえぞ、近寄ってくんな、どんどん。こいつだよ、ウェッ、こんぐらい、もう早速俺タイトルコールが言いたいんだけど、言っちゃおう、もう今日は。でっかいもつ鍋、スローのチンボがぶっ立ったらメンバーは気づくのかよ。くだらねえ企画出た。撮ってるからね、これね。マジでヤバいでしょ。ちょっとね、この企画は今までの忍者史上一番ヤバい企画だから。家族でプレミア見てる方ごめんなさい。ごめんなさい、最初に注意書き出しとこう。ソフトな企画だと思うけど俺は。いや、ソフトだよ。クリオンしんちゃんぐらいお尻ブリブリぐらいの感覚で見てくれればいいんじゃない。絵的にはえぐい絵になると思うよ。まずですね、はい、今からダンス動画撮りに行くんだけど、ダンス撮る前ってさ、曲聴いたりするじゃん。うんうんうん。その前に俺がちょっとごめん、トイレ行ってくるわっつって抜けます。うんうん。そのタイミングで俺はセッティングをしてもう分だった状態にして来ます。本物じゃないよ、本物じゃない。なんかこういう棒を入れて、やめやめやめ、寝るのね、見てパンツ、これ普段絶対履かないようなスウェット履いてるから、まあ、イメージとしてはマジでこれ入れんの、こういう感じですよ。くだらねえよ、ずれてるし、なんでか。で、あいつが踊る前に気づいちゃうかもね、ワンちゃん。いや、てかすぐ目いくもんって。俺は分かんないけどね。どっちだっけ、この企画マジでやべえわ。こっからが問題なんだけど、一応今回ドッキリって言ってるんだけど、そうだね、言ったら俺ら対スリムみたいな感じ、対決だね。そう、なるほどね。俺らは気づかれずに最後までダンスを取り切れたら勝ち、勝ち、ね、なるほどね。そうだね。あいつは踊り終わるまでに気づいたらあっちの勝ち。そう、気づくだけじゃないでしょ、あいつは。そこがポイント、気づいて今回のタイトルを当てたら勝ち。なるスローのチンボをぶっ立ってるドッキリでしょ。あ、ぶんだってるか。これを言えてあいつ初めて勝ちなの。なるほど。 そこでタイトル外した時点でもあいつの負けになる。今回罰ゲームマジでやばい。これやばいよマジで。今までの忍者史一番重たいからマジで。今回の罰ゲーム、撮影で1週間分立ち生活。うわやばいよ。ちなみにさ、俺らって結構座りの撮影も多いじゃん。座りの撮影の時は多分あんまり分かんないじゃん、分立ってたもん。だからさ、こういう撮影でさ、明らかこれ初めて見た人とかさ、あれこの人ってなるじゃん。それ言っていいの動画で。いや、俺ら言わない方が面白いっていうことになってたよ。うわーマジ、分断し生活中ですって言わないで、もう普通に分断ってると。逆に楽ですよ、これから見る視聴者は。俺らがもし本当にぶっ立ってた時に、これは分断し生活の一部なんだなっていうのがある意味保険にはなるんで。これさ、スリム見たらブチ切れんじゃない。あいつだけ重いもん。実は裏話があって、うん、この企画実は結構前に考えてたの。出た。で、俺が提案したんだけど、スローボーイネジ外れたことやってくれるじゃん。うんうん。で、俺がスローどうって言った時、骨折してたんだよ。うん、骨折してて、さすがに骨折こうやってやってことってさ、マジでやべえってなって。ファンがいなくなる。マジで。一応俺もそういうのは気にしてるから。治るまで待ったんだ。治るまで待った。だからもう本当俺はマジで今年一楽しみにしてきた。待望の企画。Vlog 最近2で出してるじゃん。そうだね。Vlog っていう体でカメラちょくちょく回すから、その時にスリムの反応俺も見とくわ。多分さ、スリムの反応薄いと思うじゃん。そうだね。だから俺ら常にハイテンションモードでいく。そうだね。だって、さっきスロー、スリムの反応の予想してたの。めっちゃ面白い。なんだっけ。俺がトイレから帰ってきて、そしたら、スロー、立ってるじゃないですか。言いそう、ね、言いそう。言いそうだよね。それか、次でしょ。やっぱ次でしょ。スローと次でしょ。どっちかが来たらスリムが言った瞬間もうこの動画終わります。ああやっぱり動画的には気づかせることも大事だから、 あ、 ある程度攻めますよ。攻めよ攻めよ。ダンスとかで寝っ転がるムーブとかもやろうって言ってたんで。絶対気づく、こんなの。スリムさ、人のことあんま見ないじゃん。だからスリム全く気づかないってお茶もあるからね。いや、ほんとごめんね、スリム。いや、お前がやったら面白いんだよ。絶対スリムだから。この動画大丈夫っすかって絶対言うだろう。絶対言う。見え方気にすんのに、そんなことやんの。俺は何でもありかやっていいよ、絶対。じゃあ、行きますか。行きますか。ちょっと楽しみだよ。いや、でもこういう動画好きな人絶対いると思う。絶対いるから。俺らがほんとやりたいのこういうことだから。じゃあ見とけよ。これはちょっと見ものですからね、うん、飛ばすなよ。せーの、いっちゃって。ジャパニーズ。たまにはなんかクソッパラとか撮ってみていいと思うけど。トイレ行ってくる。トイレどこ。トイレあんの。トイレ、あ、テントが知らんとこの顔。それ持ってきちゃう。あ、帽子はもうかぶって。どこ行くんですか。
フレ。その間にじゃあスリムを200回チャレンジやろうよ。よし98。うわもっとなんかダイナミックみたいな。おいいね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 。上げてみて一回。おいいね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 。はい、ということで抜けてきました。とりあえずトイレ行ってくるって抜けてきたんで、いや間違いない、セッティングしていきます。こちらです。これ何、これ何、発煙筒みたいな。発煙筒。まあ最悪ここから煙出ればまあそう、おおとか。いや出ないけどね。これをちょっとまあいい感じぐるぐる巻いて、はい、ちょっとセッティングしていきます。そうだね。よーどうよ。横見て横見て横見て。あ、結構立ってんね。結構分立ってるわ。彼らはもうね、今日ダンスビデオ撮る気でいるんで。じゃあスローお願いします。ちょっとおー、行ってんの。でもやべえ技したら使うわ。おいいねいいねいいね、調子いいよ調子いいよ。おーいけいけ、はい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 。あー何が面白いの。今日はスリム1日密着ということで始まりました。1日密着だったらやばいことしてるんですよ今さら、今頃大技ないのマジで。なんか使えそうな、まあ、今の使えそうだけど普通に。やるじゃん。なんでさ裸なのお前。さて今日は何動画。今日はダンス動画です。あ、そうだね。なんでチンコ取ってんの。ハハ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 。今日のこの何ドッキリか当ててじゃん。タイトルコールで言ったドッキリの名前当てて。本日の企画、はい、コールお前マジで慎重いった方がいいよ。とんでもねえことになるから、ね、これちょっとマジ早すぎるわ。立ちすぎでしょ。本日の企画、はい、あじゃあ、お前第1回マジでいいよ。第1回へちゃくちゃ、スリム VS スロー、1時間スリムにバレずに勃起し続けろ。ベベセリム君、とても残念です。残念です。いやこの罰ゲーム超重いよ。当たると思ってんの。逆にもう一回だけチャンスあげる。そうだね、当たるわけないよ。ドッキリ兼対決だから。ちょっとだけヒントあげる。ぶんだちぶんだち。第1回フルボッキー、メンバーのチンコがぶんだってたらメンバーは何分で気づくのか。不正解です。ダメです。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとじゃあ罰ゲームの前に今日の企画発表しようか。せーの、第1回もつ鍋、スローのチンボがぶんだったらスリムは気づくのか。そんなんだったの。違うよ。なんだったスローのチンボぶんだってるドッキリでしょ。そうだよ、お前もだよ今。間違った。はい、罰ゲーム。いやいや一緒に企画になんで。オフ感出てんぞ。ちゃんとお前やれよ。これで俺受けんのおかしいでしょ。企画なんないじゃん、それがないと。視聴者が楽しみにしてんの。今回の罰ゲーム、撮影で1週間ぶんだち生活。大丈夫なの忍者。ほらほら言ってこの動画大丈夫っすかって絶対言うだろう、ね、絶対言う。ブランディング背負うべきものいっぱいあるでしょ。一個上っすよね俺の。俺だったら何でもありだと思った最近。俺は何でもありかよって言うよ絶対。何入れてんのこれ。これはあれ、あ感じないでしょ。発煙筒、発煙筒。気づくの早すぎる。早すぎる。いや、いつから始まってたの。今セッティングしてすごい笑ってるけど、お前始まるからね。やばいっしょ。ちなみに1週間こいつらオモレーション。お前もやんないとおかしくないか。タイトルコールミスんのはやばくない。あの俺とスロー VS スリムだったの。スリムがもし答えれたら俺とスリムがやる羽目になった。俺とスリム。俺でもそれは言いたいわさすがに。やると思ったでしょ。なんで、うん、タイトル間違えんのはちょっとやばかったよ、ね、って仕掛ける側がタイトル間違えんのはやばいっしょ。まあでも真剣に話し合った結果スリムがやるのが一番おもろいってなった。お前やるんだったら認めるわ。じゃあ一回つけてみる。一人ずつやってみる。斜め目じゃん。きつくてギュッてなっちゃうんだよそれ。ぶん立ちマスターの言うこと聞いとけ。いやお前なってないよ。これ何の動画。あ、それダメなんだ。お前らさ結構これで一本になるの。どうする。俺やるのはいいですけど、どっちか二人責任持って一人じゃんけん負けてボールやってください一緒に。じゃないと俺やんない。あ、じゃあ分かったスリム、これ立ててボール蹴って。あわー、いや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 、サッカーボールやる。思われ展開。スタート。あー2次元ぐらいちげえとこ行ったよ。
二次元ぐらい違うとこ。うわむずいぞこれ。ズボン、ズボンじゃねえ。ああ、違うか。うわあ、忍者の YouTube じゃねえんだ。うわあ、うわあ、うわ、うわ、いったんじゃない？うわうわ、それるね。うわ、マジでダメだ。あー、やばい。うわうわ、うわあ、あぶねえ、あぶねえ、お前もやばいよ。やべえ、うわうわ、うわうわ、あー、この曲意味わかんないからね、それ、お前が来い。全然ダメやん。お、あー、お、何やってんねん、五郎丸いんな。五郎丸、どうやばい、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 テンション高い五郎丸。お、おお、お、お前さ、何？オッケー、もう軌道読めた。ちょっと外側から巻きます。なーね、まっすぐ蹴るとちょっと、おお、世界を照らし出せ、いっちぇん、ドン、お、ドン、なあ、やっしゃー、見た、うわー、待って、俺どっち高校じゃない？俺高校だよね。スリム君、分断生活の始まりです。ストレート負けじゃん、スリム。どうしたの？きっつ。じゃあ、待って、さすがにスリム、俺も男だ。次お前が決めたら2人でやろう。確かに、ガチ、確かに、それでいいガチ。いや、どうですかスリム。いや、もうこれは命かかってます。プレッシャーはどうですか。やばい、あー、いやいや、これで決めたらマジかっけえぞ。第2期生ぶんだちの棒を託したいと思います。あ、待って、重みあるチンコを股間に。